ヨアとして、著者司馬遼太郎、文藝春秋、話のくずかご21、核挙兵の墓。この5月、西安、昔の長安の郊外を西へ出て、やがて一水の橋を渡った頃から天気が悪くなった。一望の麦畑の上に雲が降りたように雨気が満ち、そのせいかひどく寒かった。前日落葉では暑かった。落葉名物のボタンがしぼんでしまっていたことから見ても、季節は日本と変わらないはずなのに、雨が降ると様子が変わるようだった。それとも旅の疲れで自分の健康がおかしくなっているのかと不安になった。体が小刻みに震えて止まらないのである。私は保温に少しは役立つかと思い、タオルを襟から押し込んでみた。外界の温度より、あるいは私の体が疲れすぎていたのかもしれない。道場の中国側の係員の G 君が急に核挙兵の話をし始めた。核挙兵というのは病心だったんじゃないでしょうか。私は寒さと疲れでぼんやりしていたのだが、 G 君のこの話題は唐突ではなかった。私どもは核挙兵という紀元前117年に若くして死んだ漢の将軍の古い墳墓に行く途中だったのである。墓陵へも行く。墓陵は核挙兵が仕えた漢の武帝の陵墓である。なるほど、核挙兵という変な名前は彼が病身であったことを想像させる。24、5歳で死んだというから、あるいは結核だったかもしれず、季節外れの寒さの中でそれを考えていると、日本史で言えば卑弥呼よりもはるかな以前の中国社会に出現したこの若い天才の名前が、何やら雨気の中で人格を帯びて感じられてくるようでもあった。前漢帝国の最盛期というのは、近代までの中国文明史の中である意味では頂点だったように思える。その後中国は下り坂になって、はるか2000年後に今の新中国が奇跡的に起こったという見方さえできるほどに、漢の頃というのは人間臭い文明が乱熟し、漢書や史記に登場する人間たちは近代人のような真理の陰りを持っていたような感じさえする。長安の最高は漢代や唐代の古墳が多い。車の中から望んでも、道路の北の方はるかに続く麦畑の向こうに、しばしば丘陵が霞んでは消えた。まことに風景は麦青一色なのである。時々海を行っているような錯覚さえ覚えた。以前この辺りは麦畑などはあまりなくて、もっと荒れた感じでしたと後で井上靖氏が言われた。私どもは井上靖氏を団長としてこの国に来ている。井上氏が以前、無論新しい中国になってから来られた時はそのようだったというから、このように行けども行けども続くこの麦畑というのは長安郊外の新風景なのであろう。古来中国というのは食料の値段が高騰したり飢饉が起こると王朝が覆された。流民を生じ、流民が大集団に膨れ上がり、やがて軍閥が構成され、軍閥流民団が相戦って、やがて最大の流民数を持つ者が幾星革命を起こすというのが中国史の定型になっている。今の中国はこれほど広大な領域でありながら、河川のちっぽけな中州や運河の河川敷まで細々と耕されて穀物が植えられているのに驚かされる。かつては灌漑が難しいとされて、
方部のまま捨てられていた長安最北方のこの大地もそうで、これが一望の麦畑に化しているというのは、新中国がともかくも人民を食わせて着せるということに内戦の焦点を強く絞っているということを感じさせる。渭水から西北のこの大地がこのように耕されたというのは、中国始まって以来ではないでしょうか。と同情の西安の作家に聞くと、そうですと彼は答えた。漢帝国の頃はここが高武寺だったからこそ、帝王や貴族、大官たちの墳墓の地域にされていたのであろう。武帝が眠っている墓陵は、そういう麦畑の中に周囲240メートルという青い丘陵を盛り上げている。未発掘で、しかも盗掘された形跡もないという。もし将来発掘されるようなことがあれば、全漢を通じてこの造営の時代が最も富、かつこの人物そのものが英雄的な威服を誇った存在だっただけに、どれほどのものが出土するか、今日の考古学の常識だけでは見当がつきにくいと言われる。解放後、政府は武帝の墓陵と各挙兵の墓を重視してきました。と、この辺りの古墳群、例えば側天武功の権領や永代皇主の墓などを管理している責任者の人が一息入れてから言葉を強くしてそのことを言ったのが印象的だった。新中国には歴史上の人物に好悪がある。現在の価値観から過去を価値づけるという行き方をとっているため、例えばかつては悪女の典型のようにされていた唐の側天武功623-705などは、儒家を排斥して法家的政治を行ったというだけで極めて高い点数がつけられている。新中国の歴史観は単にマルクス史観を取るだけでなく、独自の見方もない混ぜられているのである。儒家は古代奴隷社会の奴隷種を美化するということで悪であるとされ、一方法家は善とされる。孫法家史観とでも言うべきもので、その法家であることの条件も必ずしも官美史の愛読者である必要はなさそうで、要するに法治意識の盛んな合理主義的政治家であれば、おそらく法家というのであろう。中国の政治史を儒家と法家の構想史であるという見方が新中国に強く、その見方の上に立って側天武功の善が成立するのである。漢の武帝における善の規定はいかにも中国人らしい大ぶりさだが、その孫法家史観を当てはめてのことではないらしい。武帝の性格は先に述べた勝手な規定で言えば多分に法家的ではあったが、しかし彼は儒教へ大いに傾斜した。彼は中国政治思想史上最初に儒教を国家公認の教学とした帝王で、以後儒教が中国専制王朝の教学的支柱になり、要するに近代の感覚で言えば中国の政治社会の体質が骨がらみの儒教でもって読される最初の基礎を作ったのが武帝なのである。その点から言えば悪玉に分類されても仕方がないのだが、しかし新中国は側天武功の場合とは違い、武帝に対して孫法家史観を当てはめることを控えている。おそらく武帝が重視されているのは、彼が漢民族の帝王として最初に辺境の騎馬民族帝国匈奴帝国に対して通撃を与え、しかも与え続けてついに彼らの帝国を突き崩し、
このようにして漢帝国の成立以来、彼らから受けてきた辺境の外漢を武帝一代で取り除いたということであろう。さらにはそれまで強度によって阻まれていた聖域との交通交易を中国史上最初に打開したということも大きい。紀元前から中国の王朝の患いは辺境にあった。今の中国もその点変わらない。かつて中国歴代の農業帝国を悩まし続けた辺境の騎馬民族というのは、民族の生産形式そのものが軍事的であるため、例えば漢代の表現によれば、強度の人口は漢の一軍にも当たらない、それでもなお漢はこれをどうすることもできないと言われ、軍事的にこれを排除するというのは至難のこととされた。漢帝国を起こした漢の高祖でさえ、強度の大包囲を受けて身体を失い、屈辱的な倭を皇帝かろうじて命拾いをした。武帝よりはるかな後世のことになるが、13世紀のモンゴルの元帝国は、たかだか男女100万ほどの人口をもって中国大陸を征服したし、17世紀の満州騎馬民族は人口60万ほどで長城を越え、新帝国という異民族王朝を作っている。中国にとって辺境の患いというのは昔も今も変わらない。かつて強度がいた辺境のほとんどは今はソ連領であり、かつての強度と酷似したイメージでもってソ連軍がいる。中国が退治を強いられている中ソ国境は1万数千キロという気の遠くなるような長大差であり、しかも国境線にいる超大国の陸軍は全軍が機械化されて自走力を持つ点、かつての強度に類似し、しかも兵数においてはかつての強度の比ではない。中国にとって宿命的な外圧というのは古代以来今も続いているのである。武帝への評価の良さは、あるいは先の慢性的な事情と無縁でないかもしれない。武帝への強度に対する戦争は正義の戦いでしたと、この辺りの文物、古墳とその出土品を管理している責任者は鮮やかなほどの明晰さで説明した。私は物心がついた頃にモンゴル語と中国語を勉強したせいなのか、どうしようもなく中国人が好きである。さらには中国の今の体制はほとんど死に瀕していた中国と中国民族をよみがえらせたことでほとんど無条件で喜んでいるし、また革命が内部的に崩れかけた時にプロレタリア文化大革命とか麒麟気候運動で支えたということも中国人のために幸いだったと思っている。しかしモンゴル語というかつての騎馬民族の言葉が第一外国語だったせいか、我ながら滑稽だと思うのだが、モンゴル民族と漢民族のことになると複雑な気持ちになる。漢の武帝の共同征伐は漢民族に即して考えれば爽快な気分を持つのだが、しかしわざわざ評価してあれは正義の戦いであったとまではうまく割り切れない。今の中国は諸事論理的で、したがって責任者の説明も論理的である。新中国の歴史観では孔子が古として尊んでいる行春の世や陰衆の頃は奴隷制社会で、社会の段階的発展により信仰の地主階級がこれを次第に突き崩していく。奴隷制社会を倒して封建制を作ったという段階に限っては地主階級は善なのである。漢の武帝は地主階級を代表していますと責任者は言った。
一方、説明によると、郷土の王、善宇は奴隷制社会の代表なのである。郷土の王は数十万の騎兵を持っているが、この騎兵が奴隷ということであろう。当時のモンゴル高原の騎馬民族の社会制度が今日十分に明らかにされているわけではないので、彼らが奴隷制社会であったかどうか、私にはよくわからない。私は遊牧民族と農業民族は土地をめぐって利害が全く相反するために古代以来、この2つの生産グループの間で闘争が行われたと思っていたが、この見方も大雑把すぎて、細部において実際にそうかと言われれば全く自信がない。ただ、新中国のこれまでの見方で際立っていると思えるのは、問題を異民族間の闘争として見ず、社会制度の相違で捉えていることである。このように捉えてくれれば、現実に中国内部で暮らしているモンゴル人がこれを聞いても決して悪い気はしない。武帝は地主代表として封建制を守らねばなりません。その意味においてこの奴隷制社会との戦いは正義の戦いだったのです。無量を眺めているうちに髪が締める程度に雨毛がひどくなった。無量の頂上までは麓から引っかいたように道路とも言えないほどの赤土の線状がついているのだが、その線状はこの程度の雨でもぬかるんでしまっていて、とても登れないという。やむなく麦畑の中の車に引っかえした。これから各挙兵の墓へ行きます、と案内の誰かが言った。武帝から愛と尊敬を受けつつ若く死んだ郭挙兵は、武帝の意思によって無量のおそばに葬られた。両者の関係がここまで濃密だったのかということを、私はこの現地を訪れるまで実感としてはわからなかった。人間の才能の中で、名称の才ほど得難いものはないように思える。一民族が一時代に優れた芸術家を何人も持つことができるが、優れた将軍の才能というのは民族の長い歴史の中で多くて数人と言えるのではないか。日本の場合、源義経、武田信玄とか数えてくるとあと何人もいそうにはない。中国の場合、記録された歴史が長く、また地広く人多いために該当者が多いが、しかし郭挙兵ほど若くして鮮やかな功労を残したものとなると類がなさそうである。郭挙兵はもともと奴隷の出身でした。武帝が郷土に打ち勝つ自信のある者はいないかと公募した時、それに応じて彼は将軍になったのですと、郭挙兵の墓域の中にある休息所で責任者の人が説明したが、これは間違いではないとすれば、ひどく劇的な言い回しでありすぎると言わねばならない。郭挙兵の閲歴については、ほぼ同時大臣である司馬遷が史記の英将軍表記列伝で取り上げている。さらに漢書の永世郭挙兵伝にも出ている。それ以外に転居はなさそうである。ところで彼が奴隷の出であると言ってしまうには、よほどの説明が必要かもしれない。武帝の姉の一人が三聖章の平陽公に課して平陽公主と呼ばれていた。この平陽公の家に定期という色好みの子役人がいて、平陽公主に仕えている女奴隷と通じた。女奴隷にはろくに名前などはなくて、若い頃はどういう呼び名だったかわからないが、後にエーバーさん、エーオーと呼ばれた。彼女は
定期の子と思われる何人かの男女を産んだ。そのうち古婦という娘が非常な美人で、平陽公主に仕えるうちに武帝に見初められ、その後宮に入り、ついには皇后になる。このエーバーさんの今一人の男の子が永世師父の弟である。若い頃は単に姓と呼ばれた。姉の師父がまだ武帝に巡り合っていない頃、姓は単なる奴隷だった。ある時囚人が永世の人相を見て、あなたには気相がある、将来は方向に上るだろうと言った時、永世は迷惑がって、自分は奴隷の身だから少しでも持ち打たれなければそれでいいのですと言ったというから、永世は明らかに奴隷身分だったに相違ない。その永世が姉の永達と共に武帝に引き立てられ、やがて釈将軍になり、郷土と決戦するための専門的な軍人になった。永世は当時勝ちがたいとされた郷土に対し、戦えねばならず勝つという奇跡を中国史上最初に表してみせる将軍になった。将軍の才能というのは生まれつきのもので、稀有にしか存在しないということについて先に触れたが、永世の奇跡は彼自身のものとはいえ、武帝という一代が幸運の星に散りばめられたような人物には、そういう才能を無造作にすくい上げてしまう運がついていたとしか思えない。永世はやがて大将軍になり、遠征するごとに成功した。エーバーさんには師父のほかに、師父にとって姉にあたる庄司という娘がいた。彼女もおそらく美人だったであろう。庄司が誰の妻になったのか不明だが、ともかくも男児を産み、それがやがて郭挙兵になった。郭挙兵は武帝夫人にとっても永世にとっても甥にあたる。郭挙兵は叔父の永世とは一世代違うために、彼は奴隷の境界を知ることなく成人したに違いない。郭挙兵は少年の頃から武帝に愛され、わずか18歳で侍従に任ぜられているのである。侍従とは漢代では最層の職であり、異例の長遇と言っていい。郭挙兵は若くして高位についたせいか、木で鼻をくくったようなところがあって、部下を憐れむというところがなかったという旨の評判を史記は載録している。要するに叔父の永世とは違い、生まれながらの貴族、皇后の甥として甥育った。しかし彼の祖母のエーバーさんが女奴隷だったことに力点を置けば、郭挙兵の素性も奴隷ということになるかもしれず、これは要するに捉え方の相違ということかもしれない。説明者の捉え方には、新中国で普及している一つの考え方が反映している。新中国では出身がいいというのは貧の労働者階級の出身のことで、逆に地主階級の出身の者は、私は出身がよくありませんから人一倍勉強して人民に学ばなければならないのですといったようなことを言う。郭挙兵は新中国の歴史観ではいわば愛されている。愛される以上は当然ながらいい身分の出身でなければならず、そのために彼は祖母のエーバーさんの身分に引き寄せられて奴隷身分の出身ということになっているのであろう。ものの層、時に本質でさえ力点の置き方で変わるものだから、それはそれで間違いではなく、むしろ性格という点でより深刻さを帯びていると言えるかもしれない。郭挙兵の最初の従軍は史記によると、侍従の身分のまま18歳で叔父の永世に従ったものであるらしい。彼はモンゴル人のように
記者に優れていた。最初の従軍については察するに見習いだったらしい。武帝は彼をテストしたのではないか。二度目の従軍の時は衛生の配慮というより武帝の指図で、彼は表揚行為という軍職につき軽装の総有800騎を与えられた。遊撃騎兵旅団とも言うべき機能を果たし、衛生の主力軍と離れて戦闘運動をし、強度を大いに破り、首級捕虜2028を捕らえた。その中に強度の長老や前羽の叔父などが混じっていたから、武帝は大いにその功をたたえて官軍公にした。これが18歳の時なのか19歳ぐらいなのか。それから3年後に表記将軍になった。もし先の武功が18歳の時なら21歳という若さである。彼は1万騎を率いて遠く砂漠を越え、強度の本拠地へ行き、それを一挙に覆すほどの圧倒的な勝利を収めた。敵の首級捕虜を取ること8000余り、その中に強度の王、ロコ王、今夜王の子および宗国、トイといった有力な者が混じっていた。武帝はその功によって2000騎を増封した。この時代、軍人に対する心象、筆罰は厳しかった。将軍にして臆病だったり、負けたり、自軍との戦術的連携で失敗したりすると、容赦なく死罪になったり、英爵を剥いで庶民に落とされたりした。一作戦ごとに賞罰の裁判が行われた。各挙兵への交渉の中に武帝夫人の老いという特別な情実の要素が入っていたということは、他の将軍に対する例を見ても考えられず、彼は常に彼がもたらした結果によって武帝から称されたのである。その後、各挙兵の出撃は回を重ねるごとに巨大な奇跡を生んだ。彼の最後の大作戦というのは、遠くゴビ砂漠を越えて北上し、今のモンゴル高原に入り、さらに北へ進んで漢海、バイカル湖という説があるのほとりにまで行った。捕虜だけで74,43人で、強度はその兵力の3割を失い、軍事的にはほとんど衰弱してしまった。叔父の奴隷上がりの衛生は依然として大将軍であり、依然として誤りを犯すことの少ない将軍であったが、しかし甥の各挙兵の聖望には遠く及ばなかった。衛生の幕下にあった有力な軍人たちは争って衛生のもとを去り、各挙兵の下につくことを望んだ。各挙兵が作戦ごとに信じがたいほどの成功をもたらすために、その下についていれば功績の分け前に預かれるからであった。衛生も去ってゆく彼らに対し別段嫉妬をしたりはしなかったらしい。ついでながら、この両人の情実の源泉だった栄光号については、この頃やや武帝の長を失いかけており、武帝は新たに見つけた王夫人という女性に熱中していた。しかしそのことは衛生と各挙兵の評価に少しも響かなかった。この叔父と甥は自ら作り出した自分の価値の上にその聖望と地位を安定させていた。それはそれとして、四季の司馬遷はこの両人を見て、人間の成果なんてものはどうも割り切れないという下士型さを感じていたような気配がある。衛生というのはいわばよくできた人物で、世故にも長け、他人への心遣いも細やかで、長者の風といったものを感じさせる人柄だったらしい。
大将軍衛星人となり人前退場は銃を持って自ら上に鼓舞。かれども天下いまだ称するあらざるなりと式に言う人前退場というのは情け深くて謙虚ということであろう。後列天下に隠れもない衛星がなおこうであるとすれば世間の人気が出るはずなのに、しかし一面物柔らかで神武帝に鼓舞というところがあったために世の人は一人として衛星を褒めず人気が全くなかった。その不思議さについて四季の筆者はある者が衛星をいさめて、あなたは精力家でありながら賢者を招いたりなさらない、だから不人気なのですと言ったという言葉を掲げている。この頃中国の貴族や大官というのはよく財を参じて士大夫を名付けたり食客を養ったりして自分の人気を高めた。衛星はそれをしなかった。これに対する衛星の言葉として、臣下が私的に人気取りをするのは上を軽んじる結果になってよくない、人心たるものは職務に忠実でありさえすればよく、人気取りなどは自分は考えないという意味のことを言ったという。衛星というのは自分を一個の機能として考えるという意味で、小気味いいほどの合理主義者であったのであろう。彼にすれば武帝にさえよく仕えていればよかった。ただ司馬遷が上に鼓舞という言葉をわざわざ使っているところを見ると、非戦から栄達した衛星にはどこか媚びを見せるような嫌なところがあったのかもしれず、これが衛星の人徳を帳消しするほどの不人気のもとだったのかもしれない。この点、郭挙兵は若いとはいえひどく変わっている。すでに触れたように、彼は遠征軍を率いてゆく将軍の必須の心得であるところの部下を憐れんで、そのことで人心を得るという芝居じみたこともしなかった。ある時、武帝が遥かな戦場にある郭挙兵を慰めるために射数10台に上る上等な米や良い肉を送った。その時期部下の死人の中には飢えに苦しむ者もあったが、郭挙兵は天として構わず分けようともせず、凱旋の時には肉などはなお余って捨てるほどだったという。苦労した叔父の衛星とは違い、郭挙兵には貴人に情けなしというところがあったのかもしれない。ある時郭挙兵とその騎馬軍団は砂漠の戦場にあった。糧乏しく子息が飢えたが、郭挙兵は構うことなく本営に囲いを巡らし、そこで悠々と好きな蹴鞠を楽しんでいたこと。この類を詩、そういう類のことが多かったと四季は書き、それ以上は論評の筆を押さえている。郭挙兵はそれでもなお子息に人気が高かったというのは、この天下はそういう薄情さ、もしくは超然としているところまでが人間的魅力になってしまうという、得体の知れぬ徳を備えていたと見るほかない。子息にとって郭挙兵という容貌になお少年の清らかさを残した天才に、一種神を見るような神秘的な象形が感じられたのかもしれなかった。子息にすれば郭挙兵がいたずらにこびるような細やかさを示さないということで、いよいよ象形心を高めたのかもしれず、もしそうであったとすれば史上この種のことは類がないと言わねばならない。武帝でさえこの年若い天才に畏敬のあまりちょっと遠慮をする気味があったらしく思える。例えば郭挙兵に兵学の教養がなかった。武帝はこれに孫悟の兵法
を学ばせれば鬼に金棒かと思い、ある時そのことを彼に勧めてみたが、彼は無遠慮だった。原価に断るのである。方略いかんと顧みるのみ、この兵法を学ぶに至らず、強度に対する策はどうかということで思案がいっぱいで、昔の兵法など学ぶ暇などありませんと自負と皮肉を込めて、想像だが言った。もし各挙兵になお言わせるとすれば、強度軍というのは多分に異質の軍隊で、これに対処するには新たな思想が必要である。漢民族相手の昔の兵法などよほど暇なら別だが、学ぶ余裕はない。そもそも軍略の才などは天分なのである。学んで得られるものではないとでも言ったであろうか。またある時、武帝は各挙兵が非常な高官であるのに、その邸宅がみすぼらしいことに気づき、屋敷を作ればどうかと勧めた。各挙兵は一言のもとに、強度いまだほどびず、家を持ってなすなきなり、家など建ててはいられませんと言って断った。この青年将校が専務のことのみ一途であったということが、あるいは子息の心を捉えていたのかもしれず、おそらくそういう純粋さが各挙兵の魅力の重要な部分を構成していたであろう。そういう各挙兵が燃え尽きるようにして砂漠の戦場で病没した。年24、5という若さであった。武帝の在位24年目の元初6年117、9月のことで、この方が関東長安に入ると武帝は大いに悲しみ、彼が在位中から築いていた自分の寮母母寮のそばにこの若い天才を葬るべく自らごまごまと指示した。史記によると、武帝は各挙兵が強度と決戦して大いにこれを破った祁連山を記念し、墓にはその遥かな異常の山を形取った墳丘を築かせたとある。中国へ行ってやや呆れる思いがするのは、2000年前の人物の墓が2000年前に史記に書かれた通りの姿で野の一角に残っていることである。なるほど、祁連山の形に似せたかと思われる人造の山がそこにあり、頂上に灰色の線で作られた祠があった。周りには無料の場合と同様、麦畑が広がり、雨もいつの間にか上がっていた。雨が止むと地面の土が持っている温かみがすぐ回復するのか、あの奇妙なほどの薄ら寒さから解放された。各挙兵の墓域は広い。この墓域のかつての条件については、古い本の写真版によって記憶がある。帰宅後その写真版を改めて見ると、不可の祁連山の頂上の祠が砲撃された軍艦の艦橋のように割れて崩れ、山のふもとには白っぽい石場が放り出されていて、周りの荒地には何一つ構造物がなかった。解放後、政府は無料と各挙兵の墓を重視してきましたと責任者が言ったように、かつての写真でハゲ山だった祁連山に多くの木が植えられ、それが新緑の豊かな小村をなしていた。何一つ建物のなかった墓域には、事務所、応接室、石人石獣の陳列用の回廊、便所、それに花壇といったように、にぎやかに構造物がひしめいている。陳列された巨大な石人石獣を見ると、自然石にわずかに彫刻を施しただけのちょっと類例を思いつかない造形で、前漢時代の石の彫刻ではこれ以外に残されていないという。石は赤っぽい花崗岩である。
これらの石はすべてこの辺りのものではありません。祈蓮山甘粛所の石です。今でも祈蓮山付近に行くと、同種類の花崗岩がたくさんあります。武帝の命令で、わざわざ祈蓮山から運んできたのです。と説明員が言ったときは、その長都の運搬の労を考えて、息を呑む思いがした。石人、石獣だけでなく、祈蓮山を作っている石も、すべて本物の祈蓮山。長安から1200キロはあるであろう、から運んできたという。すべて武帝の命令による。一臣下の墳墓を国費で造営したというのも、中国史上例がまれだと思うが、この墓のように膨大な労力がかけられたという例は、おそらく唯一のものであるように思われる。この作業はそのまま武帝の若い天才への壮大な感謝の表現であり、事実、郭挙兵は漢民族の帝国を強大な騎馬民族の軍事力から守ったのである。郭挙兵の墓で今目を楽しませてくれるのは、何といっても巨大な石に素朴に刻まれた石人石獣である。人間が熊と抱き合って格闘しているという奇妙な造形もある。また人間が仰向けに倒れているような形の自然石に歯をむき出して泣いている人間の顔がユーモラスなタッチで彫られている。石像はひっくり返りながら泣いている。あわあわという声でも聞こえそうな迫真感があった。この倒れて泣いているのは誰でしょうと聞くと、説明員は簡単に奴隷主ですと答えた。奴隷主とはつまり新しい士官でいう郷土の王ですか。そうです。代をつけるとすれば奴隷主の嘆きです。泣いているでしょう。郭挙兵は今日の解釈では奴隷制社会を倒した。当然負けた奴隷主は泣かざるを得ないであろう。しかし実際は郷土の帝王善悪か何かに違いなく、顔を見ていると割合アーリア人臭い。郷土は何人種だったということで今までに諸説がある。肛門壁眼のアーリア人だったという説もあり、あるいはトルコ人だという説もある。しかし普通にはモンゴル人だろうと想像されているし、私もそうだと思っているが、しかし確実な証拠がない。何人だったと思いますか？と説明員に聞いてみると、説明員は意外なほどにためらわず、我が国の少数民族モンゴル人ですと言った。聞いていて声を飲むような断定の仕方だった。無論今の中国の歴史観では何人種であるということは重要な要素ではないのだが、ともかくためらいもしなかったことが諸事明快さを好む新しい中国らしくて面白かった。中国は今強い防衛的緊張の中で外交的世界像を作っている。それに関する毛沢東主席の五六の文句が西安でも洛陽でも伊陽でも見られた。私どもは北京では北京の全人口を収容するという防衛上の地下道を参観したが、その時いずれ全中国の都市という都市に地下道が出来上がるという説明を繁華街の下の地下道の中で聞いた。辺境の圧迫は気球の場合8億の中国人がすべて地下に潜ることによってそれに対抗することができるという思想である。多くの街角で深く掘り食料を蓄え覇権を求めずという毛五六の一節がスローガンとして出ていった。郭挙兵の墓墳が見事に装いを整えて人々の参観の対象になっているのも、そういう空気と無縁ではなく、さらに無縁でないといえば、この墳墓は
中国が紀元前から抱き続けてきた地政的な課題を鮮やかに象徴しているとも言えなくはない。郭挙兵は若くして多病だったのでしょうね。と長春出身だというG君は人工の祁連山の上の祠を仰ぎながら花畑の中でもう一度言った。あまり頑丈そうでもないG君には多病ということが気にかかるのかもしれない。終わり。後書き。文藝春秋のダブル氏から私がかつて書いた無駄話のようなものを集めて本にしたいという話があったとき、最初どうも気の流すだった。今ゲラを眺めつつこの後書きを書いているのだが、書きつつもなおためらいがある。要するにこれらは無駄話なのである。酒の座で特に親しい友人にだけ話してしまえばそれでおしまいといったような感じのもので、それだけではないかというためらいが胸中を離れない。私は小説の実作者にとって誰それの小説ということが存在するだけで、単に小説と呼ばれる形式の普遍的概念は存在しないと思っている。私は私なりに人間と人生についての自分の関心や感動を自分でこれが小説だと自分で妄信している形式でもって書いているだけのことである。したがって私の小説作法は私自身にしか通用しないのだが、人間の何事かについて小説の構想を考えているとき、無数のと言っていいほどの無駄話が脳裏を去来する。それらは脳裏を去来するだけが私にとっての効用で、あとは歌方のように消えてしまうし、消えてしまっていいのだが、ここに集められたものはそういうものに類する文章ばかりで、醸造で例えれば酒になる前のもろみか、それとも酒であることから取り残されたカスのようなものであるかと思ったりする。私はかつて池島新平氏とジュッセルドルフの宿の朝の食堂にいた時、土地に仮住まいしている日本人とこの種の無駄話をしていた。その時池島氏が横から急に文化とは無駄話のことですと言い出して驚いたことがある。なるほど、そう言われてみるとまことにそのようでもあり、その後時に文化の定義はそれ以外にありえないと思ったりもしている。この週に集められた諸女の文章もそういう意味から言えば多少は読者と無縁であるかと自らを誇まいしつつ、最後のゲラ釣りをダブル氏に渡した。昭和50年9月、司馬遼太郎。